資源エネルギー庁が今日発表した。レギュラーガソリン一リットルあたりの。全国平均価格は百七十点二円と。先週と比べて、一点八円上がり。三週連続の値上がりとなりました。三重県内の平均小売価格も。先週から一点七円値上がりし。百六十八点七円となり。全国平均を下回っているものの。依然高い水準が続いています。 政府は全国の平均小売価格が170円を上回ったことからガソリン価格の急騰抑制策を明日から発動することになりガソリンと軽油、灯油それに重要対象に1リットルあたり3円40銭を元売り業者に補助します。しかしか店頭でのの販販売売価格はそれぞれぞ事業者が決めめているため 消費者の購入価格にどれほど反映されるかは不透明となっています。